クスケベにあったたどり着いた50社目の暗殺会場鋭い目つきたのとこの手で自分を大きく強く浮かべた手応えは十分だったんだけど最後に届いたその通知残念ながら今回は不採用とさせていただきますだと背中の奴らに人を吹かせてそんな力が欲しいねえそうだろまだまだまだ終わっちゃいないぜこの命を燃やすんだそれが誇りに変わるまで2番からテーマが壮大になります、心して聴いてください僕の家の外に幾千の光が降り注いだそこからたくさんの宇宙人がやってきて僕を円盤へ連れ去った頭や体をいろいろ調べられて最後に言われたその言葉あなたは大した人間じゃないから今回は連れていけませんだとさらに一言言ってやりたい次回は見とるよねえそうなのああ僕らこの星で生まれたこの命を燃やすんだこの星で生きてくために本当さっきも言いましたけどね、雨降ったらですねなかなか髪のセットっていうのが、ね、結構難しいんでございますね、これをいわゆるね天然パーマと呼ぶんですけども、本当にこれは昔からもう何年悩まされてきたかって思うんですけどね、全然見たと関係ないことでしたもっと強くなりたい自分が間違いないと思う道を胸を張って歩きたいねそうだろそれが誇りに変わるまでこの命を燃やすんだ全てと繋がるためにはいどうもありがとうございます。もっと強くなれたでした。